こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、潜水艦の垂直発射装置は必要になりつつある。それは日本も決して不必要とはならない。米国はこの垂直発射装置を増やす方向へと向かっている。米国は潜水艦での攻撃機能を強化しようとしている。だが日本は攻撃という言葉はないので、防衛という観点から垂直発射装置を潜水艦に備えるとするなら、迎撃ということになるだろう。イージス艦を同じ役割のある潜水艦を建造するか、次期潜水艦は垂直発射装置は設けられていない。今現在、そう、夕型潜水艦を超える潜水艦を建造する計画中だ。いや、もう建造しているはず。来年の進水式を見てみたいものだ。では、米国がどんな戦略を計画しているのか話していこう。今までの米国のスタンスとはちょっと変わってきた。それでは本編スタートです。アメリカ海軍が2020年現在で配備しているオハイオ級原子力潜水艦は、同国の戦略核兵器による抑止力を堅持、担保するための必須の存在と、位置づけられているが、後継艦をめぐる状況は厳しい事態と言えそうだ。このオハイオ級原子力潜水艦の後継艦としては、コロンビア級原子力潜水艦の建造計画が進められているものの、この建造に要するコストが膨大なことから、他の水上戦闘艦の調達への影響が避けられないと見られている。具体的には、コロンビア級原子力潜水艦の建造を優先する代償として、それまで2025年に向けて建造予定であった全体の21隻のうち、実際に建造されることが決定したのは11隻に止まり、ほぼ半減することになったのだ。そもそも現在のトランプ政権は、中国やロシアの軍備拡張に対抗する目的で、アメリカ海軍の総艦艇数を2030年までに355隻とする計画を打ち出しているが、コロンビア級原子力潜水艦の建造優先で、これは事実上不可能な数字となったことを意味している。このままの進捗であれば、アメリカ海軍の2025年時点での総艦艇数は305隻に止まり、先の355隻を実現するためには、残り10年で50隻にも及ぶ調達が必要な計算となり、予算的にも物理的にも、達成はほぼ絶望的だろう。そもそも、単純計算で、このような1年に、5隻もの調達を行うことができているのは、現状中国くらいしかなく、中国に比べても、全体の予算規模では、まだまだ圧倒している。アメリカであっても、至難の状態と言えそうだ。アメリカ海軍は、現状14隻を保有している戦略型のオハイオ級原子力潜水艦に対し、
今後のコロンビア級原子力潜水艦では、12隻でその運用を代替する予定としており、絶対的な数という部分でももともと削減されている。また、戦略型の潜水艦のコアとなるミサイルの垂直発射艦数も、オハイオ級原子力潜水艦の24機に対して、コロンビア級原子力潜水艦では12機から16機と少なくなることが見込まれており、兵装上からも削減となっている。ただし、艦体自体は水中の排水量で、コロンビア級原子力潜水艦は2万810トンとなっており、これはオハイオ級原子力潜水艦の同1万8750トンに比べ約1割ほど大型化していることが特徴として挙げられるだろう。コロンビア級原子力潜水艦は機関となる原子炉の燃料棒を収益期間中に交換する必要がないとされており、実に42年間にわたってそのまま稼働させることが可能であり、交換が必要だったオハイオ級原子力潜水艦よりこの点では優れている。コロンビア級原子力潜水艦が搭載する核弾頭付きの弾道ミサイルは、トライデント D5 もしくはトライデント2と呼称されるもので、現行のオハイオ級でも9番艦以降の艦に就役当初から実装されているものだ。このトライデント D5 は全長が 13.41 メートル。直径が 2.11 メートル、発射重量が 58,968 キロ、推定射程約 11,000 キロメートルの性能を誇り、この長射程ゆえに搭載する潜水艦はアメリカ本国沿岸に潜むと推測されている。またイギリスでも自国製の核弾頭を備えた同ミサイルが、ヴァンガード級原子力潜水艦4隻で運用されており、個人的にはアメリカ海軍はともかく、今のイギリス海軍がこれだけの数の戦略型原子力潜水艦を運用していることに驚きを感じる。こうした核兵器は、あくまで敵国を牽制するための兵器とはいえ、あまりに運用に高コストが必要とされる種類のものであり、イギリスがあえてここまでの数を保有をするメリットが、果たしてどこにあるのか疑問に映るからだ。ちなみに、アメリカの国防総省では、2006年にトライデントの通常弾頭型の開発を示唆し、新たな戦略兵器としての可能性を示したが、こちらの通常弾頭型の方が、よほど現実的な兵器ではないのかと感じられる。しかし、この通常弾頭型のトライデントは、敵国から見た場合、核弾頭搭載のものと識別することが困難であり、それゆえに、むしろ核戦争を誘発しかねない危険性をはらんでいるとも指摘され、問題視される事態を招いた。コロンビア級原子力潜水艦は、当初の計画より遅れて、2031年に建造が
開始される見込みとなっているようだが、なんと前述の原子炉の長寿命化もあり、2085年までの長期にわたる運用が期とされている。これに伴い、現時点で実現し得る最新の能力を付加することが求められており、高いステルス性能と X 字の舵を採用し、また推進方式に電気推進などの新機軸を盛り込むことなどが予定されている。日本を含め多くの国には存在せず、限られた一部の国において配備されている戦略型原子力潜水艦だが、コストに見合う存在足り得るかには疑問もあり、韓惑場中国などもこうした艦艇に注力してくれた方がむしろ安心かもしれない。